に始まりました、都市民の環境保全行動改革ですね。この地ですね。この地、この地が、あの第二次長州戦争、慶応2年6月に始まりました第二次長州戦争で、荒くれ男の揃いと言われました長州騎兵隊を無謀に回しまして、菊平野ですね、壮烈な遊撃戦を展開し、治癒兼備の名将と言われました、ここらの第一軍将、第一軍将島村静馬の終焉の地でございます。時に島村37歳ですから、まだ若い人もまだ陰性する時期じゃな年ありませんけれども、ここに参りました。この豪商玉江飴屋のここは土地だったんです。もう田んぼも畑も多少原野あたりもですね、玉江が持っとったんです、豪商の。で、島村がいた時に家老時代に、この豪商飴屋は9代の玉井彦右衛門、通称玉井彦右衛と言っておりましたけれども、この玉井彦右衛と島村とはですね、家老時代からの執婚の間柄でした。豪商玉井が島村に豪商したんです。そしてここに島村を住んだわけでございます。で、以来ですね、明治9年の8月18日ですけれども、約6年8ヶ月間ここに住んで、44歳でここで亡くなりました。で、お墓はこれを登ったすぐ上の静馬の墓がおりますけれども、その後明治の28年にですね、小倉藩のかっての島村の部下の有志の皆さんが、ここに眠らせるよりもむしろ、小倉藩の藩校のあります宝珠山福寿禅寺に持っていこうということで改装いたしました。お墓をまっすぐ見ますと宮古平野を通してですね、浦和大学にですね、ここからもよく見えます。多分島村がここを選んだのはですね、横に清水が出てるということですね。潜水を切ったということは神田町史の中にも書いてあるでしょう、確か。これが水の便がいいということと、山でちょうど海からの風を避けますね。それともその前の方が中津街道が近くです。そして島村と実婚にあった豪商玉江の飴屋もこれからすぐ行事そこですからね、行き来はできます。そして自分が勝って戦った決戦場であった木部峠は真正面に見えます。なるほど、この地を選んだ理由というのはそうだということは大体、想像がつくと思います。